日頃の喧騒から離れて大自然の中でゆっくりとくつろげるリゾート地は、人々の心を癒し、余暇を存分に満喫することができます。中でもヨーロッパのリゾートは、透明度の高い海や絵画のように美しい街並み、大自然を満喫できる山岳リゾートなど、さまざまな魅力であふれています。この動画ではそんなヨーロッパのリゾート地をご紹介します。1. ニース。フランスの南東に位置するニースは、コートダジュールの中心地にあり、リビエラの女王とも呼ばれる世界的に有名なリゾート地です。世界中から多くの観光客が訪れるニースは、通年温暖で過ごしやすいのが特徴で、夏には美しいビーチでの海水浴、冬には避暑地としても人気を集めています。その他、幻想的な雰囲気を持つシャガールの芸術が魅力なシャガール美術館や、綺麗な噴水に囲まれたマセナ広場など、ニースには世界中の観光客を魅了するさまざまなスポットがあります。2. ミコノス島。ミコノス島はエーゲ海のキクラデス諸島にある島で、世界中から観光客が集まるリゾート地であり、近年ではハネムーンの行き先としても人気を集めています。エーゲ海に浮かぶ白い宝石とも称されるミコノス島は、青空と海に包まれる白壁の家や丘の上に立ち並ぶ風車など、美しい景色が魅力で、街全体がロマンチックな雰囲気を醸し出しています。またフォトジェニックな景観の教会や、おしゃれなバーにレストランが並ぶリトルベニス、絵本のように可愛らしい石畳の路地など、散策するだけでも楽しむことができます。3. アマルフィ。イタリア南西部カンパニア州に位置するアマルフィは、イタリアでも有数の観光地で、その並外れた美しさで知られています。輝く湾にゴツゴツした崖、色とりどりのビラなど、絵のように美しい海岸線が魅力であり、1997年には世界遺産にも登録されました。岸壁に沿うように建てられた色とりどりの家屋と、南イタリアらしい青い海とのコントラストはとても美しく、世界中から訪れる人々を魅了しています。4. マヨルカ島。地中海に浮かぶマヨルカ島は、スペインのバレアレス諸島の島の一つで、ヨーロッパのハワイとも言われており、ヨーロッパ屈指のリゾートアイランドとして人気を集めています。マドリードやバルセロナから飛行機で1時間半ほどとアクセスも良く、年間300日以上が晴天という恵まれた気候であることから、のんびりと余暇を過ごすには最適な場所です。またタパスやパエリアといったスペインのおなじみの美食や、新鮮な魚介類パルマハムといったグルメを楽しむのも、マヨルカ島のおすすめの過ごし方の一つです。
5. ツェルマット。ツェルマットはスイス南部のバレー州にあり、スキーや登山、ハイキングなど様々なアクティビティを楽しめる山あいのリゾート地です。ツェルマットに来たら絶対に訪れたいのがゴルナーグラート展望台。山頂にある展望台には鉄道に乗っていくことができ、そこからはマッターホルンやブライトホルンなどの名峰を眺めることができます。またその他にも標高2288メートルのスネガパラダイスでマッターホルンを眺めながらランチを楽しんだり、リッフェル湖周辺でハイキングしたりと、スイスの大自然を思う存分満喫することができます。6. マルセイユ。フランス最大の港湾都市マルセイユは紀元前600年頃から港町としての歴史を持ち、移民が集まる交易が盛んな町として知られています。またマルセイユは温暖で過ごしやすい気候と手つかずの自然が多く残る都市でもあり、ゆっくりとバカンスを過ごしたい方におすすめの場所です。その他にも海や山に囲まれているためグルメが充実しており、海の幸、山の幸の美味しい料理を楽しむことができます。7. シチリア島。地中海最大の島であるシチリア島は壮大な自然と歴史ある遺跡が魅力的な島です。地中海のあらゆる文明の本拠地であることから、芸術と歴史に富んでいるだけでなく、ヨーロッパでも有数の標高を誇る活火山など、この場所ならではの自然を楽しむこともできます。また7つの壮大なギリシャ神殿がある神殿の谷や、州都パレルモにある旧王室の礼拝堂など、その長い歴史が反映されており、ビーチでのバカンスを楽しみたい人だけでなく歴史好きの方にもおすすめの場所です。8. フバル島。クロアチアには1000を超える島がありますが、中でもフバル島は人気のある島の一つで、夏には欧州各国からたくさんの旅行客が訪れます。フバル島には石畳のかわいい小道が続く旧市街や、驚くほどに透き通った美しい海、山の上にそびえ立つ城塞など、様々な見どころがあります。またフバル島はラベンダーの島としても親しまれており、夏場の開花シーズンには島の至るところで目にすることができ、のどかな風景と癒しの香りを楽しむことができます。9. サントリーニ島。ギリシャ南東部エーゲ海のキクラデス諸島に位置するサントリーニ島。サントリーニ島の象徴といえば、エーゲ海に面したカルデラの崖に沿って立つ白い壁に青いドーム屋根の形をしたキクラデス様式の建物。多くの観光客がこのブルードームの景色を求めてサントリーニ島にやってきます。またイアの町の湖上は夕日がきれいに見えるスポットとして有名で、ブルードームの町並みや海とセットで
堪能することができます。その他、青と白のコントラストが美しくロマンティックな雰囲気のサントリーニ島はハネムーンの行き先としてカップルからも人気を集めています。10. ドゥブロブニク。ドゥブロブニクはクロアチアの南海岸にあるアドリア海に面した町で、中世の城塞都市がそのまま残っていることで知られています。アドリア海の真珠とも称されるドゥブロブニクの町並みはジブリ作品の紅の豚や魔女の宅急便のモデルになったと言われており、オレンジ色の屋根の建物が立ち並ぶ光景は映画の世界を彷彿させます。また城壁に囲まれた旧市街は世界遺産に登録されており、城壁の上から美しい街並みを眺めたり、趣のある石畳の道を散策したりと、この場所ならではの楽しみを満喫することができます。以上、人生で一度は訪れたいヨーロッパのリゾート10選をご紹介しました。この他にも様々な国の動画を投稿しています。次はまた別の国の旅でお会いしましょう。